何か見つかった？材料探さないと明日。もう渋にスープだけの生活。私もよし、もうちょ。あ、さすがお姉ちゃん。じゃ、もうスーちゃんも一緒にやるの。ぜー、分かってますよーっと。これくらいかな。鉱石と果物だね。まずは鉱石から探そうか。はーい、鉱石鉱石。なんで私のこと見るの？無理だよ、私あんなの壊せないよ。お母さんとの約束その1、やる前から無理って諦めない。さっきは私の方がたくさん拾ったし、今度は頑張ってよね。意地悪。分かったよ、やる。落ちてきそう。ほら、まあまあ、これでご飯は守られたわけだし。そういう季節、そうだね。雨、それがいいかも。ここはアダレット王国の王都、メルベイユ。民と共に長い歴史を歩む国一番の華やかな都。広大なマール海に面し、潮の香りに包まれるこの都には双子の錬金術師が暮らしていました。姉のリディ、体を動かすのは苦手なものの賢く優しい女の子。そして妹のスール、いたずら盛りでいつも明るい、とても元気な女の子。いつも二人一緒のリディとスー。彼女たちは父親と小さなアトリエを営んでいます。ですが、その生活は順風満帆とはいかないようで。第1話、双子の日常。お父さん、ただいま。
うん、ご苦労。まあね、依頼を受けたから材料。ああ、そうだったか。最近物覚えが悪くてな。はあ、すぐこれだよ。じゃあこれ。ああ、それなんだが気が変わった。はあ、お父さんがやるって約束だったじゃない。さっきまた絵の構想が浮かんでな。この創作欲をキャンバスにぶつける必要がある。というわけで俺は地下室にこもる。それじゃあな。あ、地下室には入るんじゃないぞ。言うこと。うるさいバカ親父、仕事押しつけんな。あーもう。そうだね。でもお母さん言ってたよ、お父さん最後には絶対や。それは私も聞いたことあるけどさ。思わないでしょ。はぁ、愚痴ってても仕方ない。もう今月の食費残ってないし、二人で手分けすれば。私たちも錬金術うまくなってる。さてっと、材料は私が入れるから、スーちゃんは火力を強く。よし来た。なんか焦げ臭い。落ち着いて、今消すから。やっと消え、もう匂いが取れない。依頼人はっと。ふむふむ。じゃあい、お母さん行ってきます。あら、リディちゃんにスーちゃん。依頼された品を届け。へえ、何でもやってのも。何でもやじゃなくて、あとりえ錬金。わかったわかった、アトリエな。体には気をつけるんだよ。やった。さてと、差し入れを楽しみに仕事し、パッパと届けて報酬もらって。
くどこ行く？いえ、こっちが勝手に驚いただけなので、お父さんの代わりにお届けに上がりました。おお、そいつは楽しみだ。十分だろ。確かにいただき助かったぜ、二人とも。よく来てくれました。ああ、またですか。まったく。ありがとうございます、二人とも。あ、せめて顔くらいは洗ってくるんだった。二人とも、お仕事が。はい。よろしい。人だかり。相変わらあれだけお客さんがいれば
食費に困ることなんてない？いや、困ってたらこっちが驚きだよ。確かにお客さんが多いのは羨ましいけど。うん、いつかは私たちのアトリ。はい、次のお客様。二人とも、こんなところまで何をしに。おい、押すな。次は俺の番だ。違うわよ、私の。うわ、ちょっと押さないで並んで。うわ、この魔物退治は難しいよね。いまいち。はあ、依頼を受けるのは。うん、お願い。私もう眠くて。さて、行き先は。ただいま。おお。あれ、お父さん調合してるの？絵を描いてたらレシピを思いついてな。ああ、そうですか。わが、ま、今更だね。お父さん、あた。ああ、善処する。でも、うん、さすがは国一番のアトリエだよね。私、ね、スーちゃん、私たち本当に国一。こらこら、弱気になっちゃダメだよ。家族みんなで国一番のアトリエになる。ごめん、そうだよね。お腹空いて、お母さんとの約束を守るためにも明日からまた頑張る。うん、おやす。可愛く言っても許さないよ。すまんとは思ってる。あ、逃げた。本当にあのバカ親父は。お父さんに何言っても無駄だ。派手に爆発させた。ねえ、スーちゃん。え？ほら、また地下室。え？地下室？いいこと思いついた。え？でもお父さん。お父さんはいつも約束守らないでしょ。怒られたら私のせいにしていいから。ほら、行くよ。ごめんね、お父さん。リリ、くぃぃぃ、お邪魔。ごめんなさい。さてさて、バカ親父は毎日ま。わかんない。あれ、なんだか気がと。